こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。今日はですね、波動の お話にもまあ関連してくるんですけれども、今日はちょっと許しのお話をさせていただこうかなと思います。許しっていうのは結構誤解されがちな単語なんですけれども、実は許しをやると現実が変わりますし、許しに取り組んでいくと幸せも豊かさも引き寄せられますし、許しをしていくと願望も実現しますし、その多くの人が感じている自分を止めてしまうブレーキであるとか、現実を変えていくことに対しての、まあ、メンタル的なブレーキですよね。そういったものは許しをしていくことで外れていく、そういうものが許しです。で、この波動チャンネルでいつもお伝えしている僕の著書ですね、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるの中でも許しについて多少触れてはいますが、結構深いお話ですので、その許しについてちょっとお話をしようかなと思います。で、なぜ許しで願望が変わるのか、なぜ許しで幸せも豊かさも引き寄せることができるのか、そういったことをからちょっとお話ししていくと、僕たちの人生っていうのは自己実現、自己の実現なんですね、をやってます。自分を知っていく旅、自分ってどういう人間なんだっていうことを知っていく旅で、多くの人は勘違いしてるんですが、本当の自分とかってよく言われたりしますが、私は本当の自分のことを知りたいとか、私は、本当の自分で生きたいとか、まあいろいろ言われますが、自分の中にはいろんな自分がいるっていうことが大事というか真実です。本当の自分っていうのは、たくさんある自分を見ている自分のことです。なので自分の中にはいろんな自分がいて、いい自分もいれば悪い自分もいるし、っていうことを知っていく、それを認めていくっていうのが大事で、この素晴らしい自分こそが本当の自分って捉え出すとずれていくんですよね。いろんな自分があっての全部の自分が自分、そうやって、ある意味いろんな自分を拾い集めていくことがこの人生でやっていくことで、いろんな自分があって、その自分を認めていくことを自己実現という。よく自己実現を願望実現と言われたりしますが、そうではなくて自己実現というのは自己の実現なので、そのことをまず前提として知っておいてください。で、自分の中にはいろんな自分がいます。で、ただ多くの人は、もう感覚的な話ですが、0から10までの自分の様子がずっとあるとしたら、多くの人は3ぐらいまでしか開いていない、これを自己限定と言います。自己限定と言います。自分を限定してしまっているんですよね。で、そしてこの中にプラスの自分とマイナスの自分がいます。で、自己実現を願望実現と言われるのはどういうことなのかというと、このプラスの部分に実はいろんな可能性とか才能とかっていうのが、自分がまだ気づいていない部分がたくさんあります。それを王さんからずっと開いていくと、願望が実現できる自分になってるんですよね。願望が実現できる自分になってるので、その願望が実現できる。だから自己実現のことを願望実現と混同したりしますが、このそれはもともと自分が実現できるだけの才能があるものなんですよね。それを開いていけば実現できる、そういう感じになります。ただこれはね、同時にプラスもマイナスも同時に開いていきます。で、こっちにあるのは、例えば3から5に行くとき、ここにあるのはダメな自分、
情けない自分、もっと言うと闇、闇です。自分のダークな闇の自分、そういった自分がいます。で、多くの人はこの自分を変えよう変えようとするんですよね、克服しようとしたり、変えようとします。で、そうするとどうなるかというと、ここの自分って人生っていうのは自己の実現をやっていますって言いましたが、このダメな自分も闇の自分も情けない自分も自分なんですよ。で、そのいろんな自分を認めていくことこそ自己の実現、自己実現なんですが、このダメ、情けない闇を克服しよう、変えようとするというのは、自己否定になるんですよ。前向きなように見えるんですけど、それは自己否定なんです。この自分がいるんだって認めることこそが自己実現。そしてこの自分で、いいから、この自分を受け入れて、その自分で生きていこうって決めていくことが自己実現であり、許しです。なので、ここは変えよう、克服しようじゃなくて、許しなんです。であり、この字です。許し。この許しは受け入れるという意味です。あ、違う、イコール。ね。で、よく鏡の法則っていうことは言われたりしますが、鏡の法則って、どういうものかというと、こう変えますね。鏡の法則とは、自分が自分に対してしている扱いを外の世界でも、自分が自分に対してやっている自分の扱い方を外の世界にも鏡と映って同じことをされるっていうのが鏡の法則です。なので、自分を変えようとか、この部分を克服しようとかって、自分を否定しての行動は前向きなようですが、自分が自分のことを否定してしまっているので、外の世界も自分を受け入れてくれなかったり、否定してきたりするんですよね。そうすると、現実っていうのはそういったものになってしまいます。じゃなくて、自分がその部分を許し受け入れ、その自分を認めて生きようとしていくと、鏡の法則として、世界も自分のことを認めて、受け入れて、そういう優しい扱い方をしてくれるようになる。なので、許しをしていくと現実が変わるんです。今まで厳しかった世界が、自分にすごく微笑んでくれる世界に変わるんです。で、もう一つ、許しをやると豊かさも幸せも引き寄せるし、願望が実現するっていうのはどういうことかというと、同時にプラスとマイナスで同時に開きます。なので、多くの人がいいことを、自分の可能性を開いて、願望を実現しようと多くの人はやってて、それがうまくいかないのはなぜかというと、ここしかやってないからです。ここしか、ここしかやらず、こっちはより素晴らしいものになればここが消えると思ってる人も多いんです。より、こんな自分はダメで、よりすごい自分になれば、その闇の部分はなくなる、消えてなくなると思ってる人は多いんですけど、ここは消えてはなくならないです。いつなくなるか、許すまで、受け入れるまでです。で、こんな自分も自分なんだ、この自分で生きようとやっていくと、ここが同時に開くようになっています。こういう書き方をすると分かりづらいんですが、振り子の法則というのがありまして、振り子の振り子っていうのは右と左に、触れていくものですが、こっちがプラス側、こっちがマイナス側とすると、ここまで
触れるとマイナスもこっちまで触れるんですよ、ね、同じ分触れます。ここまで触れるとここまで触れるんですよ。つまり、これだけのプラスの自分を実現したかったら同時にマイナスの自分も実現していくっていうことなんです。つまりマイナスの自分が実現していく幅を作らないとプラスの自分は開いていかないです。お医者様は、人の命を救う技術は持ってますが同時に人を殺す技術も持ってるんですよね。カウンセラーって人の心の悩みをクリアする知識スキルは持ってますがその人を悩みのどん底に突き落とすスキルも持ってるんです。そういうものでプラスとマイナスって常に二個一で存在するので、自分自身も一緒です。プラスの才能を開花させたかったらマイナスの闇も受け入れていくことです。そうするとこれは同時に開くというのはそういうことです。なので、物事が一気に変わるとき現実が変わるときっていうのは、プラスのこともマイナスのことも同時に来ます。いいことも悪いことも同時に一気に訪れるんですよね。そうやってそういうことでそのマイナスが訪れた時には自分の心の闇であるとかダメな部分ってすごい見えてくるんですけどそれをどう対処したらいいかっていうとこれです。受け入れること、それをすることでプラスが開いていきます。この両方なんですよね。世の中っていうのはプラスとマイナス両方ケアしていくことが大事なんですよね。なので、さっき冒頭でお伝えしたように許しで現実は変わります。それは自分の扱い方が変わるから、それと許しをやっていくと幸せ豊かさは引き寄せられてきます。自分のここが開いていきますので、で許しで願望も実現します。自分の未知なる可能性を発掘していきますから。で、もっと言うとこっちを闇をそのままにして、どんどん可能性を開いていく人もたまにいます。エネルギーの強い人で、ブルドーザーみたいに夢を実現していく人、経営者タイプには結構多いんですが、そういう人はここをそのままにしていくと将来、がんとか急に倒れたりとかそういうことします。心のトゲっていうのは自分を戒めたり自分の闇になっている心のトゲっていうのはプラスが大きくなればなるほどトゲも大きくなるので、ある時いきなり倒れたりとかある時いきなり何か影響したりっていうことを急な不幸が出てきたりとかそういうことになります。別に脅すわけではないんですが、本当に朗らかに豊かに幸せに自分に優しくっていう形で願望実現っていうこともできますので、それには一番大事なのはこの許しなんですよね。そういうことをやっていくと非常に波動の状態も良くなりますし、幸せで豊かで願望が実現する自分っていうのも開いていく、そんな形になっています。でその許しって結構言葉で言うと簡単なんですが、闇の部分とかっていうのは結構時間をかけて扱っていかないとなかなか変わっていかないですよね。で大体僕の感覚で言うと6ヶ月ぐらいで今までの自分と新しく許しができた自分が半々ぐらいになって、1年ぐらいでずっと見ていくと新しく許しに取り組んだ自分が優位になる。で2年目で、こっちで生きていくとこっちの現実として成果が出始めて、3年目で、大きく飛躍するっていうそういう時間のスパンかなっていう感じを今まで11年間やってきて感じています。で、これから2018年の6月頭からですね、許しアカデミーというものを始めて、そこでは6ヶ月かけて、僕と認定講師の人で6ヶ月かけてみっちり、許しを行っていきます。で、やることは月1のレッスンと毎日やっていただくことと、毎週の僕と認定講師の人によるメールカウンセリング、まあ、そういったことをずっとみっちりみっちりやっていきますので、許しに取り組みたい人、許しに取り組んで現実を変えたい人、幸せで豊かになりたい人、願望を実現していきたい人、自分らしい人生を実現したい人、そういった方はぜひ
ゆるしのアカデミーですね、ホームページ、がございますので、そちらに、お越しいただいて、自分らしい人生を実現したり、願望を実現したり、幸せになったり、豊かになったり、理想のパートナー出会ったり、そういったことを実現していただければと思います。ゆるしアカデミーはこれから毎月、入れるように開催していきますし、毎回初回の体験入会ということも毎月毎月、体験で、参加できるようにもしていますので、ぜひご検討いただいて、ゆるしアカデミーに、お越しいただければなと思います。ゆるしの概念を広めて、いろんな人の現実が変わっていけばと嬉しいです。それではゆるしアカデミーでお待ちしています。今日の波動チャンネルはちょっと番外編で、ゆるしのお話を簡単にさせていただきました。どうもありがとうございます。